皆さん、こんばんは。日本郵政株式会社で、株式関係書類在中という手紙が来ました。この時期なんでね、株主総会だと思います。でも株主総会と書いてないな。どうなんだろう。じゃあ見ていってみましょう。これはね、株主になってからもう3、4年経つのかな。だから、大体何をやるのかわかる。はい。で、議案は1個しかないですね。ということは、役員人事ぐらいしかないです。はい。で、株主の余剰案は、余剰金処分案は、ないんですね。まあ、大丈夫でしょう。もともと、予告して、やってますからね。はい。で、スマートフォンを行使することによって、運が良ければ、100名につき、1名は当たるというクオカードですね。はい。で、これはいいです。はい。今の順で。はい。で、続いて、議案書ですね。はい。で、これはね、1議案しかないです。はい。ので、15名選に。まあ、毎年同じなんですね。はい。まあ、これは別にね、いいです。はい。で、まずどこでやるかを見ましょう。はい。懐かしい。はい。芝公園。増上寺があってね、プリンスホテルとか。ね。プリンスホテルの北側にね、港図書館っていうのがあって、よく勉強しました。はい。そう、帰りにね、こう、寄り道して帰ると、慶応義塾大学があったりとかしましたね。はい。で、東京タワー。この間、この細い道路なんですけどね、通っていくと東京タワーになりますね。増上寺の北側。はい。で、地下鉄駅、ですね、赤羽橋駅っていうのがあるんですね。はい。この、ちょうど、高速道路が上にね、ある、下側に大きな橋があって、はい。それがね、赤羽橋。これ、国道1号線工事なんですね。我々は第二京浜国道と呼んでます。はい。第一京浜国道、国道15号ってのは、浜松町駅の、あ、ここだ。そう。浜松町駅の大門駅の、上を通るんですね。第一京浜国道15号線。本当は、第一京浜、ね、国道15号線が昔はね、国道1号線だったんですよね。で、なぜか15号になっちゃったと。はい。なぜかっていうと、まあ、東京と横浜をまっすぐ一番近道で結ぶこの第一京浜、国道15号線が1号線と呼ばなくなったのは、実はね、戦争の影響なんですね。はい。日本のね、一大幹線ですね。国道15号線、1号線を15号線とあえて、格下げしたような名前にして、アメリカ軍の爆撃を逃れるような感覚でね、実はそういう名前を変えてます。本当は国道、世界、日本一ね、交通量が多い道路、第一京浜国道が、大門駅の上を通っています。はい。ではね、ちょうどね、私ね、蒲田出身でね、第一京浜国道ね、すぐ近くにいました。はい。でね、ちょうどね、蒲田駅っていうとね、第一京浜国道に踏切があったんですよ。京浜急行の羽田線ね。今は高架化しちゃってね、踏切はなくなったんですよね。まあ、大学駅伝が必ず第一京浜止まるんですけど、その踏切でね、ブレーキになっちゃって、せっかく差をつけていても追いつかれちゃうとね、そういう場面がいくつかありました。はい。まあ、そういうところですね。まあ、すみません、話はそれで。では、議案を見ていきましょう。まあ、役員人事なので、しかもすごい分厚いんですけど、どうなんでしょうね。まあ、読み飛ばしていきましょう。なんかね、いらないような資料がいっぱいついて。これ、無駄ですよね。印刷代のね、ページを増やすことによって。配当金。1株あたり、50円。僕ね、300株持ってたかな。だからね、300株なんで、の300で、1万5000円。まあ、足してもらえないかな。ね。ただね、株価は安いんですよね。で、高配当で有名です。日本郵便ね。で、日本郵便は、まあ、絶対潰れない。要は郵便局ですからね。で、郵便局、日本郵政っていうのは郵便事業、銀行、それから保険事業をやってて、まあ、どれもね、まあ、トップブランドですよね。で、なぜ変えたかっていうと、郵政民営化、小泉純ちゃん、元総理のおかげ、やっぱ横須賀出身なんでね、その影響もあって、私、横須賀の方の仕事が多かったんで、あれなんですけど、まあ、すごい、気になってました、民営化ね。で、会うとき、株を買うことができた。これはね、その民営化の時の約束で、郵政大臣、今、財務省なのかな、
の財務大臣が持っている株を、まあね、ある程度売りさばいて民営化しないと、民営化ってそういう意味なんですね。ずっと国の方で持っている株を持っていると民営化にはなりませんので、それを売っていくというですね、法律があるんですね。それで、大量に売るときがあって、それで安く買えたときがありました。はい、今は株価が上がって、ね、利益が出てるんですけれども、うん、ほぼね売り切ったと思いますから、株を大量に放出して株価が下落することはね、もうしばらくないのかなと思っています。まあちょっと分かりませんけどね。ではね、役員の人事を見ましょう。まあいつも通りですね、取締役兼代表執行役員社長ということですね。増田さんということ。71歳元気ですね。でほとんど一番若くて、60歳。しかも社外の。社外じゃない方は、5名ですね。で一番若い方は63歳。やっぱりね、郵政出身だから、やっぱり年なんでしょうね。この辺入れ替わっていかないとダメかなって気がします。はい。ね。うん、社外取締役はね、若い人。若いと言っても52歳ですね。これだけ、役員の中でもその 20歳ぐらい下がるとどうなのかなという気がしますけどね。はい、では見ていきましょう、プロフィールね。はい、社長は、建設省出身ですね。うん、で、それから、ですね、岩手県知事を得て、総務大臣を経験して、ですね、特命担当大臣、内閣府特命担当大臣。まあ何しろね、すごいんでしょうね。はい。で、東京大学公共政策大学というところにの客員教授、大学院教授か。大学院教授を得て、兼ねてるんですね。すごいな。ね、講義受けてみたいですね。ね、まあ、ただね、建設省なんです。もともと財務省に、大蔵省に入ったわけじゃないんですね。その辺ちょっとね、スタート時点で、うん、最高レベルじゃなかったってことですね。はい、で、総務大臣なんで、ね、財務大臣じゃないんですよね。うん、大蔵大臣じゃないですね。大蔵大臣じゃないので、本当の意味の官僚のトップではなかったってことですね。はい。まあ、できる人はできる人なんですよね。はい。で、もっとできる人いるんですね。で、次の方。こちらの方は、ですね、大蔵省入省ですね。で、財務省理財局次長をですね、だから、まあ、トップにはなってないんですね。はい。まあ、次長とかでちょっと終わってるんですね。で、国税庁次長。うん、まあ、税金に詳しいという感じで、で官僚畑を歩いてきた方ですね。みんなそうなんですよね。次の方、横浜銀行から来られたんですね。はい、うん、横浜銀行に26年勤めるって取締役になるということですね。はい、で、足利銀行頭取に移住にしていくんですね。だから出されちゃったんだな。はい、うん、まあそういうことですね。銀行出身の方。はい、ね、次の方、郵政省入省の方。あ、これ、この方が正しいんでしょうね。はい。ただね、そういうポストには全然つかない、つかないんですよね。はい。ということでね、多分ね、郵政省に入っても、郵政省の局長とかですね、になるにはですね、やはり大蔵省とか、そういうとこがやってくるんでしょうね。だから、残念ながらね、この方一番生え抜きのようなんですけど、まあちょっと時間かかっていくなっていうところですね。これもう官僚のあれなんでしょうね、決まりなんでしょうね。はい、次、次の方も郵政省ですね。はい、まあこちらの方も特別すごいポジションになったことはないですね。はい、で次、東京ガスから来られたんですね。はい、うん、まあまあ東京ガスに行ったり来たりですね。はい、次の方、高島屋から来て、高島屋ですね。はい、70近いんですね。まあ、
写真ちょっと若くね写ってる気がしてならない、はい、高島屋。次はこれアーサーダンアーサーアンダーセンアンドカンパニーって何だろう、わからないね、わかんない次は裁判官だったんですね。ああね、法務省から来てるんですね。法律好きなんですね。はい、で弁護士登録もしてると。はい、次、住友商事、はい、ね、商事会社、ね、から来た方。はい、次はユニシアジェ、なんだこれ、あ、日立なんですね。まあちょっとわかんないですね。どうなの、上場してんのかな。次に、日本電信電話 NTT から来たおばちゃんですね。はい、次、はい、日清製粉カップ麺ですねから来た人。はい、次はプラス入社、プラスなんだろう、あんのかな、そういう会社。あ、アスクルなんですね、今でいうアスクルだ。アスクルね、タノメールの方がいいわけですよね。はい、ね、火事とかあったですね、アスクルね。はい、次に、新日本製鉄。ああ、これはね、あの、鉄鋼っていうとね、今、いいなと思いますよ。あの、ね、新日本製鉄。で、私がいいなと思ってるのは JFE なんですよ。配当がいい。それとね、あの、配当はまあ、極端にいいわけじゃないんですけど、いい方で、あの、株主優待で、工場見学ができるんですね、株主は。ね、JFE は、だからそのな、溶鉱炉見てみたいんですよね、ターミネーター。あ、最後に、で、沈むじゃないですか。溶鉱炉って見たことないじゃないですか。見たいなと思って、ね、それだけなんですけど。はい。で、JFE は見学できる。まあ、新日本製鉄はね、見えないんですけどね。はい、というところ。続いて、もうそれだけですね。あの、どういう役割か、もうこれどうでもいいです。利益。ああ、これね、書いてあったな。全部減少。でも、減少でも 1.17。ただ、11兆ですからね。なんか、ね、すごいですよね。なんか、こう、計り知れない感じですよね。はい。ね、郵便窓口。ちょっとね、本当に、ね、国家レベルなんで、なんとも言えないですね。保険とかいろいろ書いてあってね。はい。財務諸表も載ってますけど、まあちょっとね、あの一般人には理解できないような巨額を扱っているのでね、はい、各役員さんのね役割とかが載ってるだけです。はい、なんかね実績とか載ってます。まあ前期比でやんないとね、わかんないよこれ。ちょっとずつ実は下がってるんですよ。はい。で、今のね、郵便事業、まあ、いろいろね、やってますけどね、新しく変わっていかないと、やっぱりマンパワーだけでやってるわけじゃないですか。で、給料も上げなきゃいけないし、上げていかないと、やっぱりね、良くない、それはね。それと、新しいサービス、ね、よりその効率のいい、ね、安全で、どうしてもね、オートバイとかでね、配ってるの見ますけどね、雨の中ね、大変な思いしてね、郵便の局の方ね、頑張ってると思いますよ。うん。それ、やっぱりもうちょっとね、こう、よくしてあげなきゃいけないし、確実な配達、5杯でね、安い料金で配ってくれるじゃないですか。それ5杯されたら、間違えられたらね、違うとこ入れられちゃったらさ、やっぱりすごい言われますよね。本当にね、こう割の合わない仕事で、ね、この仕事はね、本当にね、なくてはならない仕事なので、本当にね、応援してます。はい。ぜひね、頑張ってもらいたいと思います。はい。では、日本郵政の株主総会でした。以上です。